島根県立中央病院医療局次長、心臓血管外科の山内正信です。今日は最近テレビのコマーシャルでも紹介されている心臓弁膜症についてお話しします。年を取ると無意識に活動を制限し、息切れや動悸を年のせいと思い込んでしまいます。今日お話しする心臓弁膜症の典型的な症状の息切れや動悸、疲れやすさなどは加齢による体の変化と似ているため見過ごされてしまうこともあります。まず心臓について説明します。心臓は全身に血液を送るポンプのようなもので、全身から帰ってきた血液は右側の心臓から肺へ送られ、酸素を十分吸収した後、左側の心臓に戻り、左心室から全身に血液が送り出されます。弁膜症で心臓のポンプ機能が落ちることを心不全と言います。心臓と肺はつながっているので、心不全の症状は息切れや呼吸困難などの呼吸器の症状が出ます。心臓は右心房、右心室、左心房、左心室の4つの部屋に分かれています。左心室の入り口に僧帽弁が、左心室の出口には大動脈弁が、右心室の入り口に三尖弁があって、これらの弁はドアのような働きをして血液が一方向に流れるようになっています。心臓弁膜症は弁の開きが悪くなり、血液の流れが障害された狭窄症と弁がうまく閉じず逆流のある閉鎖不全症に分類されます。加齢に伴い増えている弁膜症の代表は大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症です。日本の65歳以上の10人に1人が心臓弁膜症と推定されています。国内での心臓弁膜症の手術は年々増加し、現在は年間2万3000件が行われています。心臓弁膜症の手術成績は1から 3% の死亡率ですが、当院の心臓弁膜症の手術成績は死亡率は国内の平均の5分の1、合併症を含めても約半分と良好な成績です。心臓弁膜症のための検査には心雑音がないかどうかを見る聴診、血液検査、BNP 値を調べることで心不全かどうかが分かります。また、レントゲンでは心拡大の有無、心電図では不整脈や心肥大の有無、心エコーは最も重要な検査で弁膜症の重症度を調べます。CT では弁や大動脈の切開化を調べます。我々が治療の基本とする心臓弁膜症のガイドラインが今年改定されましたが、その中で注目すべき点は、症状のない弁膜症でも検査所見が重症であれば早期手術を進めている点です。このグラフは私が学生の頃から知っている大動脈弁狭窄症の自然歴の有名なグラフです。大動脈弁狭窄症は長い期間無症状で経過しますが、息切れや動悸、失神などの重篤な症状が出てしまうと5年以内に死亡するリスクが高いことが分かります。それを証明したのがこちらの報告で、症状のある大動脈弁狭窄症を放置したら5年後に生きている確率は約3割でした。この報告では症状のない超重症の大動脈弁狭窄症を手術した場合、4年後、8年後の死亡率は 1% と低いままですが、手術をしなかった場合は4年後 6%、8年後 26% と明らかに死亡率が高いことがわかります。したがって重症の大動脈弁狭窄症を手術しない場合、胃がんや肺がんと同じくらい死亡率が高いことになります。大動脈弁狭窄症の患者さんの一例を示します。
80歳の男性で、3年前から高血圧と不整脈を指摘されていましたが、内服薬を自己中断していました。夜間に背中の痛みを感じたため、かかりつけ医を受診し、レントゲンで心拡大が分かり、当院へ紹介されました。精密検査の結果、重症大動脈弁狭窄症と心房細動と診断され、手術を受けました。 CT では大動脈弁と大動脈の高度な切開化を認めました。心エコーでは大動脈弁が十分開いていないことが分かります。手術では術前の診断通り、大動脈弁の切開化、効果、飛行を認め、生体弁による人工弁置換術を行いました。大動脈弁狭窄症は手術しか有効な治療法がありません。人工弁には生体弁と機械弁があり、年齢にて使い分けを行っています。術後の心エコーでは、置換した生体弁が十分開いていることが分かります。すぐに僧帽弁閉鎖不全症について説明します。僧帽弁閉鎖不全症では、逆流が高度なほど死亡率が高いことが証明されています。また症状がなくても早期に手術した方が生存率が高く、心不全も少ないことが分かっています。最後に三尖弁閉鎖不全症について説明します。三尖弁閉鎖不全症は単独で手術することは稀で、僧帽弁や大動脈弁の手術に合わせて手術をすることが多いですが、1回目の手術の前に三尖弁の手術をしないと、将来三尖弁の逆流が悪化し、心不全をきたすことが分かっています。しかし進行が非常にゆっくりなため、手術時期を決めるのが難しく、中には時期を逸してしまうこともあります。手術は僧帽弁、三尖弁とも人工弁輪、リングを用いて拡大した弁を正常サイズへ矯正する形成術を行います。最近では新しい手術方法として、カテーテルによる大動脈弁置換術タビや、カテーテルによる僧帽弁修復術マイトラクリップ、カテーテルによる三尖弁修復術トライクリップも行われるようになっています。今日お話ししたように、心臓弁膜症の治療は非常に進歩し、成績も良好になっています。年のせいと決めつけないで、心配な場合はかかりつけの先生に相談しましょう。ご視聴ありがとうございました。